おはようございます。久米島2日目沖縄3日目です。いやーなんかさ梅雨明けはねしているんですよ。梅雨明けはしているのに梅雨前線がまた降りてきたみたいで、なぜかちょっと天気が悪いですね。ここ数日聞こえる？セミやばいね。こんなセミいるぐらいセミ鳴いてます。久米島があれですか、海入ればそんな天気悪くても全然透明度高くて。ああそれはもう全然関係ないです。あ、そうなんだ、すごい楽しみ。果ての浜ツアーは、半日で3500円でした。ちょっと下向いてると目もあります。もうすでに。また春先はこの辺は天然の森とかでいっぱい出るんですね。でこの草はアマモ、これはウミガメとかズボン、海の餌になる。この左の方にはずっと長谷の浜とこんでさんの農家が出てるんですね。これはぐるっと回って島の南の方が出てるんですね。このというわけでこちらが東洋一美しいと言われる浜ですが、皆さんどうでしょうか。といってもそんなでもなくないかと思った人多いと思うんですけれども、この日ね残念なことに天気が曇りだったので、そこまで海が青くないし砂浜も白くないんですよ。結構こういった青さとか白さっていうのはその日の天気に左右されるので、もう本当に条件が揃った日に行けば本当に素晴らしいところだと思います。かなり遠浅が続いているところなので海水浴を楽しむのにもうってつけの場所です。ただサンゴ礁とかがあるわけではないのでそこまでお魚はいないですね。まあでも多少はいます。ただ波が速いので遊びに夢中になりすぎると流されてしまう危険性があるので十分に気をつけてください。天気。あ、こっちだと思います。あ、出た出た出た。おー、どうすげえ。行ったー。これ落ちました。でかかったー。この辺で泳いだのは一番小さい方。一番ちっちゃいんですか。本当の大きなのはこれ1メートル前後ある。見えない。いやー、果ての浜帰ってきました。ツアーの人に送っていただいたので、まあ、このままです。しかもセクシー姿で、すいません、完全に水着です。沖縄の方を来ると、まあ、リゾート地なので結構水着で歩いてる人が多いんですけど、ごってごっての、まあ、いわゆるビキニみたいな水着姿でさすがに歩いてる人は、まあ、見かけませんね。よく沖縄とかのね、すごい綺麗なビーチで、すごく可愛い水着を着たいということで、かなり露出度の高いビキニですね。あの男性の皆さんが泣いて喜んで歓喜しているあの水着ですけれども、個人的にはやっぱり沖縄の海を楽しむというか、海に沖縄の海に限らず個人的には楽しむ、まずビキニはおすすめしないですねっていうのも、まあいろいろ理由があって、一つ目はまあ純粋に日焼けの問題です。あの露出度がそれだけ高いとかなり焼けるので肌が大変なことになるっていうのもあるし、二つ目はですよ、純粋にサンゴもいっぱいあるし貝殻もすごい落ちてるし、結構簡単に本当にね、あの皆さんが思ってるよりも簡単に怪我をするんですよね。なので露出度が高い格好で海に入ると純粋に怪我をします。でしかもこうサンゴ、例えばサンゴなんですけど、サンゴとかで傷を負ってしまった場合、サンゴってこうサンゴにしかいないサンゴ虫っていうね、あの虫がいるんですよ。その虫がいるのでサンゴで傷を負うとなかなか治らないっていうので、お酢とかをまずかけてそのサンゴ虫を死滅させるんですけど、めちゃくちゃ痛いです。びっくりするぐらい痛いので、まあ、海
海堪能するのにビキニで泳ぐ人とか普通に海堪能してないですね。向かうのは最近できた話題のスポット、瀬長島にある温泉です。こちらはですね、空港から最も近い離島と言われているリゾートアイランドです。いや、この温泉やばいですね。めちゃくちゃ良かったです。ちょっとお値段1350円なので、かなりリゾート向けの温泉なんですけども、オーシャンビューだし、オーシャンビューだとだし、さらにプラス空港が近いから飛行機も、飛行機が飛んでるのがかなり間近で見られます。24時間やってるユニオンという沖縄のスーパーですね。ちょっと行ってみましょうか。買っちゃいました。なんかオリオンビールにしようと思ったんですけど、オリオンビール夏限定でパイナップルのビアカクテル、オリオンビールで出てたので、これにしました。普段ねお酒全然飲まないんですけど、というわけで行きたいと思います。はい、というわけで、今回は店長、すごい、なんか結構ね、想像以上にさっきのビールが回ってしまって、ちょっと頭クラクラしてるんですけど、今度なんて、いうとこに宿を取ります。1泊1800円ですね。今回なんかかなり安く済んだんじゃないですか。1泊目の宿が800円、2日目の宿が2500円、3泊目の宿が1800円、4100円。すごいね、3泊4日で4100円、レンタカーより安いっていう。でレンタカーが、そう、しかもレンタカーさ、なんか途中でお兄ちゃんたちをナンパしたおかげで1500円ぐらいで済んでるんですよね、ガソリン入れて。食事だけ一番高い、1万円ぐらい、15800円に、まあ、お土産もちょっとなんかいろいろ買って、値で3000円ぐらいだ。フェリー6000円だ。だからまあ4万ちょっとぐらいかな。3万結構いいんじゃないですか。23時前。めっちゃ赤いじゃん私。びっくりだよ。というわけで明日は飛行機乗り遅れないように頑張ろうと思います。いや、いいでしょう沖縄。あの沖縄地区のさ、島が好きで、あんまり沖縄本島はフラフラしないから、そんなにちょっと皆さんにご紹介ができるんですけれども、まあでも聞いても多分ね結構行く方なので、皆さんにおすすめの珍スポットをご紹介できればと